早くもお歳暮商戦のスタートです。都内の百貨店では今日従業員による決起朝礼が行われました。今年のテーマは集いです。お歳暮商戦、全員で頑張るぞ。えいえいおー。日本橋三越本店では午前10時の開店前に朝礼を開き、新入社員らがご当地のゆるキャラとともにおすすめの商品を紹介しました。キーワードは集いでございます。集まっている時の喜びと心地よさを感じてもらいたいと、鍋料理セットやキッチングッズなど集いの場にふさわしい商品を取り揃えたということです。中にはこんな商品も。今年は家族や友達と集まって楽しめるようなおもちゃがおすすめなんだそうです。積み木遊びもできる木製ブロックや手品のセットなど、大人も子どもも一緒に楽しめるおもちゃやゲームも提案されています。年々やはりパーソナルな傾向になっておりまして、届け先件数は少し減っているんですが、そのより関係の強い方によりいいものを送るという。1年の感謝の気持ちを込めて送るお歳暮、ピークは12月上旬と予想されていて、これから激しいお歳暮商戦がスタートします。